皆さんこんにちは。こんばんは。ゴロリンクゲームズのベイ君です。岡部です。忍とはなんとの吹っ飛びパズルの段、なんと2回目、2回目実況させていただきます。よろしくまさかの2回目、お願いいたします。お願いします。結構ね好評いただきました。いいです。皆さん本当に面白いので、ね、ありがとうございます。そしてね、はい、フレンドさんにも結構なってもらったり、はい、あ本当ですか、はい、皆さん本当助かっておりますんで、はい、ではね、ではね、はい、今回やるべきことは出発する、ドン、行きましょう、はい、行ってきます。もう一回出発しますか。もう出発します。なんと森、もうこれ最後じゃないですか。そう、ボス戦ですね。ここに私は今日クリアするというのを目標でやっておりますので、他はねもうパーフェクトできておりますので、はい、おパーフェクトね。早速ここ参りましょうか。シナ先生じゃないですか。そう、シナ先生、引率はシナ先生、引率シナ先生でね、ターゲットすべて倒す、はい、ドイハンスキを含めた部隊でクリア、はい、誰も気絶せずにクリア、はい、これもねできればそれで砂金がもらえる、ね、私はねクリアしたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。お願いします。ドン。さあさあ、ここで仲間を、ね、見てください、私のパーティーこんな感じでございます。おー、いいですね、上のね、感じはね。ハンスケちゃんといるやろ、うん、いますいます。そしてフレンドさん見てください、はい、なんかえげつない感じですよね。星5が超並んでますね。みんな何星5を出したんだね、すごいね。しかもさ、うまい具合に被ってないの。確かにキャラがね、確かに、お前すげえすげえすげえ、色とりどりですね。というわけで、まずじゃあ一番左の方から、はい、クッパさんから、はい、行かしていただきます。お願いします。お願いします。はい、おしげちゃんですね。はい、行きましょう。行きましょう。次へ。誰も死んだらあかんからね。そうです、気絶しちゃいけません。で、ここもポッて行って、はい、ここストーリーあるから、はい、多分来た来た、喋りますか。よろしくお願いいたします。はい。たたたた誰誰が喋ってんのこれ。ちょっと待ってよ、これ誰誰誰、おうおう、あー、これは山吹。なるほど。あ、あの声は、うん、めっちゃ多かった、ドクタ系ですね。しぶき、いぶき、ふぶき、山吹。それに魔界の工事せ、魔界の工、魔界の工事先生まで。サングラスかけてんねんな、こうやったら、よく考えたらな。そうなんですよ、こんなとこに何してるの。課外授業してるに決まってるだろ。じゃあしぶき私で、はい、じゃあ毒酒をお願いします。わかりました、うん、それよりお宝を取りに来たって本当だったんだ。出てきた。お宝、あれどうして知ってるの。風の噂だよ。知ってんなら話は早いや、お宝誰かで教えてよ。キリちゃん。教えるわけないだろ。ってしんべえ怒ってた今めっちゃ。なんでだよケチって乱太郎に言ってます。どっちに怒ってんの。乱太郎に怒ってますよ。キリちゃんなんでなんで、逆ね、反転反転ここ、うん、間違ったから多分、あ、反転間違ったの、多分反転間違った、多分これ反転ケチって完全に乱太郎に対して言ってますね。言ってるよね、うん、あれゲストはなんだ、ケチケチやろう。おうおうおお。何？そっちかってなる？なんだケチケチケチやろう。全然そっちかってなら、立ち位置間違ってる。変えて変えて。うん。キリちゃん。キリちゃん。盗んだ男から返そう当然だろう。まだ怒ってるランちゃんに。どうしよう。ヤマキも右向いてるし、はい、盗んだお宝。何言ってんだよ、お前らが盗みに来たんだろ。あ、見てる見てる、ね、チラリと見てる、うん、チラリとチラリと、うん、って言って終わり、終わりました、終わりました。ツッコミどころ勘違いですね、ツッコミ、うん、そう、乱太郎のせいにしとったからね、一時そうですね、ケチ野郎。ケチケチケチ野郎。参りましょうか、参りましょう。忍者ガッツ、追撃が3人いるね、すごいじゃん。これもね、応援を使うところはやっぱりいろいろあるので、うん、そうやね、え、てかめっちゃむずない、全体的に見せてください、全体的にこんな感じね、罠が2つ、あ、罠3つあるわ、罠、あれ罠じゃないからね、あ、そうかそうか、蜂の巣は罠じゃないんで、そうかそうか、うん、じゃあ蜂の巣かな、まず蜂の巣いきますか。ね、グーが、ね、パーやな、パーの弱い、じゃあしんちゃん、じゃあしんちゃんの攻撃でいきましょうか、はい、山なりので、でもいけますね、きっとね、いや、これでいって、左に跳ね返ります、はい、そっか、足りないな、そしたらよしよしよし、オッケー、光
距離で足りないで、全滅させてくれへんかな、これで。それ無理だな。あっ、届かないな。惜しい、今の惜しかったな。そうですよ、あれも考えながらやんないね。そうやった、そうやった、それも考えるべきやった。ほんで、はい、連携も貯めていきたいもんね。そうですね。ということは、ちょっと弱めの子で、はい、あの弓踏もうか。そうね、弓をちょっと超えた方がいい。そうやね、声踏みでいきましょうか、うん、弓声踏みでいきます。声声よ。なんでもうちょい後ろ、足がちょっとぶつかるぐらいがいいんで、こんな感じ。あ、ダメだ、もうちょい前かな。うん、そうだね、これいきましょう。いきます。これか、ここら辺だ。はっ、こうなるから足いける。うん、よし、 OK。 で、踏んで、踏んで、あー、そこにあったの。これ、キリちゃんに当たりました。キリちゃん当たった。いて、で、これ前行ってどっか行ってまうやつ。これ、キリちゃんちょっと負傷しちゃったので、うんうん、ま、今後使いどころです。安心して、はい、保健委員の心きた、技使えばいいってやつですか。全キャラクターのあたりが 50% か。私服の時は、そう、私服の時はね、保健委員のこの技が使えるんですね。で、連携のために貯めていきたいから、もうこっちは倒せるよね、さすがに。倒せます。ってことは2人ちょっとあれになって犠牲になってもらうか。2人犠牲になってもらうから、ちょっとまず、はい、まずここをしんべヱにぶつけましょう。それ どこですか。ちょっと下手くそ。ナイスナイスね。あと、ちょっと下手くそ。こんな感じでね。そしたら、おっ、 OK。 近づけて、焦った。そうやった、前行くやった。これ前に行くのけ、どこ行くね。この次多分どんどんキリちゃんにどっか行きますよ。追撃なんで。キリちゃんどっか行くわね。キリちゃんどっか行くわね。次のマップ行っちゃうかもね。シナ先生、いや、一匹倒しといた方がいいね、今のうちにね。そしたらもう、あー、そっか。じゃシナで倒そう。呼び捨てで言ってもらったけど、シナ先生倒す。シナでまず手前倒しましょう。手前倒せる。その上に乗んなきゃいけない。ここ乗ります。行きます。うん、セット。多分ね、手前でいい感じの着地する。 OK よし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 、ええぞええぞ。んで、あいつは倒せるから、はい、怖いな、あいつでもな。ランちゃんでうまく倒せれば、ランちゃんで倒しましょう、はい、というわけでこの間行きましょう。おーおーおー、ほっ、コンボコンボ行くか。ドン、1コンボか。マジかマジか、残念。投げまくりしてからの、でっかいちゃん、キリちゃん。で、これで倒しましょう。はい、それを失敗したら終わりますからね。終わりやな、はい、いくぞ。はい、ポン。さあどうだ。おー、危ねー。ちょっと怖かったな今の。じゃあ続いて、おかみさん行きますか。あ、私がやるの。おかみさん行きますか。これ、私やりたくないな。やりたくない。え、ここ簡単や、わりかし。いや、わりかし簡単だけど。うん、やらん。やらんね。君にやってもらおうかなと思って。これ私のじゃないからさ。ミスったらちょっと嫌、やっぱり。いや、ミスったじゃなくて、うん、編成チームがなんか私の好きなチームじゃないんで。オッケー、じゃあとりあえず、うん、ここね、ここ行きます。で、はい、なんとね、箸は、はい、落とせるんです。落とせます。箸落とせます。ただね、はい、ここの箸から落ちてしまった場合は、うん、気絶とみなされますので、砂金をもらうためには必ずそこを超えましょう。ここは超えていかなあかんね、はい、じゃあとりあえずしんべヱかな。しんべヱがいいかな、うん、そうですね。しんべヱでまずあの岩起動させます。岩ですね、はい、移動。あー、もうちょっとね、そう、移動させてからもいいですよね。で、こしたらね、これ触れへ ん、ね、ちょっと難しいですよね、これね、触れくらね、なんかこれ。そうそう、ちょっと難しいんですよ。触れない。触れますよ、頑張れば。よし、これでいこう、うん、よしよしよし、もうちょい。で、奥やね、このもん。そう、のもんから、うん、ほっ、いけしんちゃん、いけしんべヱ。よし、オッケー、完璧完璧。うんで、どんがらガッシャンして、はい、オッケー。よし、じゃあこれは真ん中に押したらいいんじゃないかな。そうやね、真ん中押したらいいね。ただ連携貯めたいから。あ、シナ先生にはダメよ、絶対。シナ先生ぶつかったからね。あ、ダメでしょ、シナ先生ぶつかったから。ちょっと手前らへんでイチャイチャしましょうか。この辺でイチャイチャしましょうか。ちょっと出ない時があるよね。この辺で飛んでもらって、はい、あのね、前に、そう、前に行くやつは行く人はいるんで、それだけは気にしてください。それだけ最後にしたらいいから。あ、じゃあ前に行くやつで攻撃したらいいか、最後にね。いや、倒せるか、これ。怖いな。倒せちゃいますよ、それ。いけるかな。とりあえずじゃあ、はい、キーちゃん手前に。キーちゃんもまあ手前行っちゃいますよ。かなり手前におります。はい。ちょっとね、これ操作が難しい。飛んでくれない。飛ばなくていいですか、まっすぐで。そのままこれで行こう、これで行こう、うん、それで行こう。よしよしよし。で、ちょ、あ、でもやばいんちゃう、これやばいんちゃう。大丈夫です、追撃で勝手に落ちへん、次、うん、あ、まだ足ります、その尺は。尺足りるから、うん、とりあえずそれ倒しちゃったらもう。倒しに行きます、怖いんで。倒しに行きます。真ん中行きましょう、真ん中、うん、真ん中行きましょう、うん、ここかな。もうちょい、えそこかな。
よっしゃ来い。いけるあんたろー、来い。わー、あー、やば、よかった、決めに行っといて。で、キリちゃんがどっか行くやつ、これキリちゃんどっか行くやつ、あー気絶。まさかの滑ってしまった。滑ったな。滑るんだあれ。キリちゃん、キリちゃん滑った。これ先はちょっと手に入れられず、お預けでございますね。キリちゃん、コンボを狙うならやっぱりしまったな、もうちょっと手前やったら、前に進む人じゃない人使った方がいいな、うん、お、これボス戦もう、じゃあいやまだです、次がボス戦ありがとう、4回戦あります。ナイス情報、ナイス情報、はい、この曲は違うんでね。あ、そうかそうか、はい、ってことはここはし、あれできへんもんね、連携、結局今連携はできないので貯めておいて、キリちゃんがボス戦で帰ってくることを願いましょ う、ね、とりあえずね、今めっちゃええの思いついたから、はい、ってまずシナ先生がちょうどヘビを踏んでからの、はい、ちょっと前に行きます。あ、なるほど。シナ先生、子供に向かってひなわじを打つつもりですか。面白い。あ、残念、当たれ、うわ、当たらん、くっそ、これはまずい。あっと、やばい、やるね、こいつら。ドクタケ忍者やるね。ドクタケやるね、うん、ってことは、ってことは、はい、ね、攻撃力が高いので一気に前のやつを殺したいから、そうです、ね、殺す。これでさっきのミスはしない。それで行くじゃないですか、うん、後ろの子に多分普通にやられるから、ね、まあまあでもしゃあないか、まあ、保健員がいるから安心して、うん、保健員いるから安心して OK、 完璧、完璧完璧、これはやれるか、追撃やれない、強い強い、2発食らう、24、これは結構強いぞ、これ来たか、保健院行きますか、じゃあ保健院来たかな、ランちゃんで、じゃあとりあえず、あ、じゃあこれでぶつけて、ちょっと待って、もうちょっと高く、ね、こんな感じでぶつけて、うん、で技使いましょうか、そういうのいいかもしれないですね、ほっ、技、はい、技使ってナイス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 、で回復しましょう、フェーっていう感じの顔出てきて、おー、いいね、回復、よし倒した、ナイス、まあこれ食らうだけや、2人食らうんや、あ、同時です同時です、マジかマジか、はい、これはまずいな、でグーがいないよね、俺たちね、これ次、うん、受けたらやばい、死ぬね、ランちゃんとか死にますね、ということは手前に落ちてあげて縦が必要やね、縦になるかな、あ、なりますね、なる、縦になるから、うん、縦でいって、そうですね、で先生の、先生の縦カツを後ろ忍たまに何してるかね、る強し敵強い、俺が食らう、オッケー、やばい、これ勝てる俺たち、あれ、土井先生を、土井先生を押そう、押しましょう、それがいいです、よし、これでいきましょう、はい、ポップ、で、後ろちょっと下がった時にしんべヱが、よし、オッケー、あー、大丈夫、それいけます、いって、いや、倒せない、土井先生、土井先生、よし、危ねー、危ねー、土井先生、ナイス、やコンボが足りね、よし、ボス登場、ますね、来ましたよ、てんてんてん、あ、何のあれもなし、会話なし、会話ないですね、会話なし、で、応援をいつ使うかですね、応援今使ったら多分手前のやつやっちゃうよね、やっちゃいますけど、やっていいんじゃないですか、手前のやつまず倒そうか、じゃあ、はい、じゃあ応援いきましょう、行きましょう、ドン、お願い、お願い、しげちゃん、全体いった、全体いった、なんか知らんけど、来ました、オッケーオッケー、よし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 、これはでかい、これはでかい、強いんじゃないですか、これ2人いるんじゃないですか、オッケー、強し、じゃあ手前はまあほっとらかし、あ、いけるね、いける、いける、いけますか、連携がたまるから、次手前倒します、オッケーオッケー、次手前倒して、手前倒すと、あ、そうだね、シナ先生でいけんじゃないか、しなりましょうか、はい、うん、なので、シナ先生、パワーある人の方がいいです、そうやね、もしかしたらぶつかる可能性があるので、これで踏んで技使います、はい、技使います、わざわざ使うんですか、わざわざ使うんですか、これ痛いね、痛い、で帰ってきた、ってことはこれ連携いけますよ、そうやろ、連携切れば、よしよしよし、狙い通り狙い通り、じゃあチョキで行きたいから、はい、霧丸で連携使います、はい、もう勝ったな、これ見えへんやつやから、もうちょっとこれ勝ったの同然ですね、これ勝ったも同然やろ、ただ、つかめない、ちゃんは気絶してたので先にはいけないですね、すごい、そうやね、先無理やけど、行くぞちゃんとこの衣装で言ってくれねえんだ、ちゃんとな、ね、でフルボッコしてからの、はい、どう、よし、触れることなく、触れることなく勝利、そこまで魔法を使ったみたいな感じ、あの連携ちゃん応援が魔法やもんな、はい、あれそうですよね、あれめちゃめちゃ強いから、大技使ってるからね、はい、誰も気絶せずにクリア、崖から落ちたのは予想外だったけどあれな、うん、スルルスルルってちょっと滑っちゃって、キリちゃんどっか行け、ない、ということだけ覚えてる、うん、今後に生かしましょう、はい、今後に生かしましょう、オッケーです、よし、ドロップアイテム、はい、おにぎりゲットや、おにぎり、よし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 、結構ね、みんなレベル上がってきてしまってて、俺、はい、
もうね、あの衣装変えたりしてね、なんとかレベルをマックスにしないようにしてるんですが、なるほどなるほど、ポンで、ここはマックスでもいいじゃん。マックスは経験値もったいないやん。そっかそっかそっか、じゃあ引けばいいんですよ。そうやはり ね、お、あれ、あれ来ました、あれ来ました、あ、来ました来ました、どうぞどうぞどうぞあんまり納得はできないけど、そういうことにしといてやる。何がスデリフか、しといてやるじゃなくてそうなんだよどこに怒ってるの、こっちなんかいる、これもしかして土井先生がいる左に。キリちゃんちょっと難しいところですね、うん、これはね。キリちゃん、キリちゃん、まあまあでもよかった、みんなが僕らの話信じてくれて。ラントローたち嘘つかない。なんで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 インディアみたいな、なんでインディアみたいな、嘘でしょ、片言に、えー、なんでなんで片言になっちゃった。うん、確かにそうだな嘘やん、うん、うん、打ち解けた。なあ、なんで素直で可愛い子たちなんだ魔界の先生、なんで泣いてるんですか。だってお前たちがいい子で。タラビャン。お、そんなことより魔界の浩二先生はお宝のありかについて何か知りませんか。はてだ、お宝のありか。あ、そういえば八方斎校長先生が何か隠してるみたいだった。八方斎ってよく考えて包丁なんやね。包丁です。ドクタケ忍者の。そうです。そうですね。そうです。そうです。そうです。八方斎校長先生、怪しい。やばい、この子。この子ずっとこうやったかな。こんなんやったっけ、この子。そうだっけ。片言系やったんや。あ、八方斎が、うん、やっぱ睨んで取り出せ。どこ見て言うてる。睨んでますよ。睨んでる。さ、目探って言った方が良さそうだな。はい。はい。ということです。はい、まあ、これで次のステージがね、うん、どこになったかは多分分かったと思います、うんうん、ドクタケ城ですね。ドクタケ城エリア解放されました、はい、そうです。やったやったやった。というわけでこれで戻る、はい、お、あります。来ましたね。おかみさんどこまで行ってるんですか。ドクタケ城の半分までは行ってますね、うん、お、結構行ってますね、はい、ちょっと時間だけ言ってないですけどでもね、やっぱドクタケまで行くと難しい。レベルを上げていって、うん、力がないと、あ、倒しきれない。倒しきれないし、あの、うん、その何ですか、あれね、目標ね。目標、うん、そう、目標が3人で行けとか3人で行け、そういうことなんですよね。きついね。3人だとちょっとパワーの限界があって絶対無理なんで、とりあえず3人はきついな。とりあえずクリアをするっていうことを、うん、私は目指してやって、で後ほどね、うん、強くなってからまたそこに行って砂金をゲットしようかなという、はい、感じになってます。 OK、 じゃあ行きましょうか。恒例のね、恒例のガチャ、プレミアムガチャ行きます。1回引くんですか。30、当然1回です。1回しか無理なんで、これレード行きたいですねゆきちゃんのボイス付き欲しいところですね。欲しいところです、はい、最後に行く、もしくは星5が欲しいですか星5が欲しいしゃれてんのかなそれ、うん、星5が欲しい5 しゃれてんのかなそれ、うん、ちょっとね、いけいけ、あれあれ、ちょっと俺びっくりした、うん、びっくりして緊張感あった今の、どう対応していいか全く疲れ、あ、汗かいちゃう、だらだらだら、汗だくやん、いけいけ、行きましょう。あれあれじゃないんですか、チョップじゃないですかいけいけって言ってちょっと焦らした、来い、てて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 星3先輩だ、竹谷八左衛門、そうかそうか、八左衛門先輩ですね、そうかそうか、そうきたかですね。まあでもね、やっぱレンガチャした方が4確定なんだね、1枚はね。そうかそうか、刀って初めてじゃない。刀初めてなんですけど、うん、刀は前に振りかざすわけじゃないので、うん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 、その場でその場でね、だから本当に至近距離じゃなきゃ無理ですね、はいはい、じゃあ攻撃力高いんか、手前にそう落としてあげるのが一番いいと思います。ちょっと見よう見よう見よう、教室行って舞台編成、はい、どうしようかな、きた、刀、刀ですね。しかも必殺技がその場で居合斬りを放つ、お、貫通やって、しかも獣類ハンター、動物系に対してダメージ10パップですかっこよくない、はい、めっちゃかっこいいやん、すごいですね。力88やから、はい、おー、でもシナ先生と、あ、土井より弱い、レベル1やからね、結構いますね、レベル1やからね、言うても
結構いますね。結構私ね、ノーマルガチャも引いてるんで。おー、なるほど。結構ね、キャラ数は多いですよ。でもこれ入れたいからどうしよう。あ、こことかよか。グーやしね。こうしよう、こうしよう。なるほどね。これでいきましょう。うんうんうん。ええやん。いいんじゃないですか。ええパーティーできたね。はい。というわけで、名簿。名簿見てみよーっと。今の人。見てみよーっと。今の人どれ？今の4年生ですかね。4年生。あ、違うわ、ごめん。じゃあ5か。5だ。うん、5年生や。明るい性格で責任感が強い。忍術に使う毒虫などを飼育する生物委員に所属し、6年生がいないため5年生ながら下級生たちをまとめている。一旦生き物を飼ったら最後まで面倒見るのがそして当然だろと語る。生き物に関しては熱くなりやすい性格の持ち主。得意武器は微塵。微塵？微塵？微塵って何？出身不明ですって。あ、マジで？5年6組微塵と14歳ですって。これで、え、飼育員ってことはあれと関係あんの？飼育員は多分キサンタ。はい、多分キサンタと同じ感じだと思う。キサンタの先輩。多分そうですね、先輩ですね。毒虫使ってるもんな。そうです。キサンタはみんなめくじなんでね。うん。あ、これ性格とか出るんですね。そう、ここで見れるんで。あ、気になる子いないんですか？気になる子は。気になる子は、あ、6年生おらんねや。6年生まだですね。ゆきちゃんもまだ。おしげちゃん、くのいち教室の生徒で忍術学園学園長先生の孫。ゆきともみと仲が良く、一緒に行動している。しんべヱのことは大好きで、しんべヱの鼻水を噛んであげるためにハンカチは常に持ち歩いている、うん、おっとりとして性格だが怒ると怖い。お、そうだ。みんなからはおしげちゃんと呼ばれている。ピンクのリボンがチャンポイントの女の子。出身不明だな、おい。みんな不明やな。うん、なんでクラスはないですね。くのいちはくのいちっていう。そう、これで、これはあれか、うん、要するに出身は摂津なんよね。摂津のあって切り丸ですからね。そういうこと、はい、というわけで、はい、終わりますか。終わりますか。じゃあ今回もね、楽しませていただきました、はい、いや面白い。でも性格とかを見るのも面白いしね。なあ、プロフィールはやっぱ見とくべきかな。いやしかし星3なんですよ、まだ最高。私、そっか。だって4ないんですか。4-0。うわ、4がないとそろそろやっぱきつくなってくるかな。そうですね、ドクタケはドクタケ城の場合はやっぱりちょっとレベルを上げていくしかないと思います。了解。まあまあ今回もね、ゆっくりやってって、うん、ボス戦とかから、またやっぱり、そうですね、ボス戦とかで動画に上げれたらいいと思ってるんで、うん、ちょっとゆっくりとね、はい、強化しつつ、はい、パーフェクトを目指しつつやっていきますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。お願いします。あ、じゃあまた、ありがとう。これだね、星5が出るまでっていう。星5出したいよな、ね、あのベイクの戦いは星5が出るまでの実況という形で。というわけで皆さん、よかったら、はい、私の友達になってください、はい、ユーザー ID、 ユーザー ID 検索で、私に依頼、はい、申請か、申請ができるので、はい、名前にね、あの、はい、アットマークベイとか、うん、ベイ君応援とか、なんか分かりやすくしてくれたら承認させていただきますので、皆さん承認後は名前書いていただいて構いませんので、はい、大丈夫ですので皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。では終わりましょうか。はい。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。お願いします。リンクを下のスヌが出てきた方向の概要欄に貼っております。ワイプちっちゃいな。ワイプちょっとごめんなさい、ちっちゃいんですけども、あ、ワイプでかくしようかな。この白い子が出てきたところね。白い子。これどう？白い子。ほれ。しかもちょうど ID も残ってるし、これいい感じやろ。ね、というわけで、はい、次回もお楽しみに。ここのリンクゲームズのベクでした。おかめでした。バイバーイ。バイバーイ。ニンニン。ニンニン。